89回目を迎えました全国高校学校ラグビーフットボール大会。この時間は2回戦の埼玉代表2年連続3回目の出場の深谷高校と福岡県代表10年連続20回目の出場になります東福岡高校の一戦をまずお届けしてまいります。東福岡高校はですね、春の選抜の大会で全国優勝も飾っておりますし、優勝候補の一番手に挙げる方もかなり多いんですが、ことが早いですね。そうですね、はい、でそのスタンドオフ加藤が持って、そして今度は右へ、おハンドオフで強いですね、はい、これアロックが強い、完全に抜けました水上だ。そしてその場を持ち込んでいく、トライ。いやー、40メーター以上走り切りましたね、はい、5対0です。ここからのボール出しっていうのはやっぱり最初ずっと見てるんでしょうね、注目してるんでしょうね。そうですね、はい、どのぐらいできるかって、まあ、やってる選手たちも感じたりはしてると思うんですけど、まあ、そういう意味ではなかなか大変な試合が続いていますが、この序盤でやります。あ、押されました。でナンバー8が離れて8球です、はい、で左へさらに繋いでいく、はいですね、この辺りもいいですね。東福岡相手陣に入っています。スクラムハーフ出す、今度は密集をついて縦へ、でゲインを超える、はい、縦横とうまく攻めています。今度は横へ右オープンです。あ、フルバックライン参加でダミーを見せて、これで完全に抜けました。フルバックの布巻、注目される布巻であります。そのままいった、トライ。いやー、これですね、個人技ですね、はい、まあ、外に回したアップスタンド、はい、からは、しっかり、ね、はい、陣地を取るというか、戦い方を変えてきてるような感じですね。なるほどね、はい、さあ、うん、いや、モールが目立ちます。いやー、縦行きます。うわー、あっという間にもう 10m 押しました。そのまままっすぐ行きます。はい、うまいですね、はい、そのまま押されられそうな感じです。そのまま行った、トライ。これはちょっと深いショックな、はい、非常に東高科高校のモールが良かったですね、はい、縦にありませんので、しっかりとスクラムで、まあ、攻めの形でというところです。ポーズ、はいはい、どうぞ。せーせー、45、ストップ。これは押されながら出しましたけれども、バックスタンド前、ちょっとずつ破られてきたんですね。ここですね、あっと前、あ、ではよく取っている。左中間へトライ、13番の川原田。これが後半3つ目ですね、はい、でハーフウェイライン付近から今度は攻め、バックスタンド前ですが、ちょっとここからゼロチャンでいく、はい、そしてモール、ダラックになりました、はい、ここ見たいですね、しっかり 10m ライン上です、うん、これもまたチャンネルの浅いところをついていきます。で右へ出します、ドラゴン、そう、まずボールを繋いでいきます。ああ、待っています。ここは抜けました。いやー、完全抜けた、早いです。スワーブ切りながら、14番トモー、トモーだけで今日3つ目ですか、59対0。いやー、そうですね、今のも、はい、深谷高校攻めてたんですけど、はい、一発のタックル、ターンオーバーから、はい、連続攻撃、ね、吉岡が、はい、いいとこ出ましたね、はい、いやー、この試合だけでともう3つ目のトライであります。59対0、もう時間はほとんどありません。いや、結局トライを1つも返すことができずにノーサイドの笛をということになりそうです。これが最後のキックでということになるんでしょうか。そしてノーサイドの笛、61対0です。まあ、結局前半4つ、後半6つ、合わせて10トライですね。
東福岡圧勝、さすが優勝候補の最有力と言われている学校でありますけれども、はい、一言お願いしたいと思います。はい、はい、福岡高校は最後まで、やろうとしたことをやり続けたということで、はい、非常に良かったと思います。うん、ただ東福岡の方は、最初の初戦だったんですけども、はい、いい形で1試合目を終われたのではないかなと思いますね。そうですね。